第7試合3分5ラウンドを行います。赤コーナー195センチ110キログラム、リンスロシアバロージャークレメンチェフ、ロシアの空手王バロージャークレメンチェフ。青コーナー200センチ131キログラム、リンスクルジアビターゼタリエール、グルジアの空手王ビターゼタリエル。さあ第7試合です、熊久保さん、リングスにはですね、メインイベントとかセミファイナル、そういった、はい、言葉はないんですけれども、言うなればこれがセミファイナルになります。注目の一戦ですよね。はい、もう僕も今日はこれは非常に楽しみにしてきた一戦なんですけども、結構クレメンチェフ、はい、こちらの動きに注目したいですね。先ほど熊久保さんがですね、クレメンチェフすごいという話でね、控え室早速見に行ったんですよ。はい、おーかかと落とし、これはフェイントか。そしたらやっぱり蹴りなんかはですね、今までなかったようなパターンが使えますね。なるほど、これリングスでは初めてのこの両選手とも空手技を着用してのファイトです。ボディブロー、極真空手スタイルのチェンになりましたね。はい、ロシック、こんなミドル、赤のリストバンドをしていますバロージャクレメンチェフ、ロシア、そして以前は同じ国だったんですがグルジア、タリエ、振り下ろす。クレメンチェフはあの巨体でものすごいスピードあるんですよね、195センチ110キロですからね。はい、アンディ・フグにですね、はい、スピード負けしなかったという、それだけでもすごいですよ。なるほどね、さあ中に入っていくか、距離を詰めていったクルメンチェフ、これを受けたりは立ちます。リングスナンバー2はタリエフ、距離を取りました。ローから左の聖剣、これでフライを倒しました。タリエル、今度は右、自分の得意なパンチは左の正拳突きだと言っていました。タリエル右引きなんですが、特に左を磨いたそうです。タリエルがかなりいいプレッシャーだったんですね。タリエルが131キロ、前回127キロだったんですが4キロ体重を上げてきています。2人の体重差は21キロ、そんなにはないように感じるんですが21キロです。タリエルが2メーター、クレメンチェフ195センチ、ボディ打っていきます。2人のパンチはすごいですね、肉のひしゃげる音がここまで聞こえてきますからね。リングスのマットで空手の試合が展開されています。だからちょっと寂しく思うのは、いつもねこういう空手の試合見た場合ですね、彼らがやっぱり顔面打ちのルールを覚えてですね、ガード顔面打ちがね、はい、あれば本当に面白い試合なんですよね。タリエルはナンバー2になりましたが、決して顔面は打っていかなかったですからね、はい、顔面なしでナンバー2になりましたタリエル。もし顔の技術があってですね、戦えばですね、前田選手本当に危なかったんです、はい、ですけどね。前田選手が試合後に、あいつに関節技があったら負けてたなとはっきり言いましたから、まあ、それ以上に気を引き締めたんだと思いますが、そういったコメントも前田選手がしていました。ビターでタリア、ラウンド制です。まもなく第1ラウンド終了。第1ラウンド終了しました。お互いに相手の出方を見たようなラウンドになったんでしょうか。両者ともロストポイントはありません。バロージャ・クレメンチェフ、1990年から92年ソビエト空手チャンピオン、そして91年、先ほどお話がありました第5回の、極真空手主催のオープントーナメント世界空手道選手権大会に出場しています。同じ大会にタリエルも出場してるんですよね。そうです、91年、はい、でタリエルは1回戦でアンディ・フグとやりまして、はい、惜しくも判定負け、でクレメンチェフの方は3回戦でアンディとやりまして、はい、顔面パンチで注意1を取られまして、はい、まあ、判定で負けてしまったんですけども、ただ2人とも内容的にはもうほとんど高額ですね、はいはい、年齢はこちらのクレメンチェフが、63年の4月24日生まれですから30歳です。現在はエカテリンブルクで
コーチしています。そしてこちらのタリエルは28歳、タリエルが2つ若いということになります。さあ第2ラウンドです。再三見せます、この高く上がる足、195センチの長身から降り、あっとハイキック、これはかわした。今度はタリエル重たいキック、左の政権交代する、交代する、デメッチャウさあ押していく、圧倒的なパワーで押していく、あのウィリオンの交代です、あーボディーやった、サイドボディー、体勢を入れ替えて、あの空いた右ボディにですね、右ミドルですね、はい、体の入れ替え早かったですね、はい、ダウンを取られました、タリエルがダウンを取られています。左の政権詰めていきます、タリエル詰めていきながらかわされて、先ほどはダウンを取られました、タリエルです。ボクシングでいうワンツー、押し返します。クレメンチェフ、まあ、クレメンチェフの方がスタンスが狭い分ですね、体のフットワークはいいですよね。あ、しかし岩のような動きを見せます、山のような動き、タリエル2メートルの体、131キロ、タリエルのパンチがさらに効いてきてますからね、はい、これはクレメンチェフとしては早めに勝負仕掛けたいと思います、ね、なるほど。どうしても空手の場合はですね、この、はい、胸を叩きながらですね、相手のスタミナを奪っていきますからね、はいはい、このままいくとラウンド的にはタリエルの方が体力的に有利になっていく。最初 ね、うん、出てきた時からクレメンチェフがですね、はい、ちょっと控え室でさっきも言いましたアップしてたでしょ、だからアップしすぎというかね、あ、それとあの初めてのプロのリングということで、はい、やはりあのかなり緊張というか、そうなんですね。なるほどね、さあ膝を上げてきた、膝だ膝だ、あ、ボディ切りましたね、山の膝だ、タリエルの膝、今度は正面、溝落ちか、さらに上、ちょうど胸とボディ腹の間、今度は蹴りを見舞った、タウです、これをこらえました、クレメンチェフ、歓声が湧き上がります。横浜アリーナ、さあ反撃入れた、クレメンチェフも恐るべきスタミナですね、はい、本当にもう2メートルと195センチ、大男2人のもう殴り合いです、蹴り合いです、常人ではこの間に入っていくことは無理です。迫力があります。まず二の政権、そしてサイドボディへ、お、ちょっと効いてるのか、2人ともパワーがある上にキレがありますからね、にワンツーにワンツーを重ねてボディ、ミドルキックを持っていきました、今度は一転してタリエル、動きが止まったか、クレメンチェフボディ効いてますね、はい、コテコングです。第2ラウンド、大きな歓声、おーという声が湧き上がりました、横浜です。さあラウンドが深まっていきます。続いてのラウンドが第3ラウンドになるんですが、ずいぶん熊久保さんきつそうな表情になってますね。そうですね、やはり先ほども言ったように、そのあれですね、プロのリングということで、やはりかなりスタミナ消耗するってありますね。それに3分5ラウンドというこの試合方式も多分初めてでしょうから、はい、クレメンチェフは、あ、そうですね、はい、ビターゼタリエル第2ラウンドに、ダウンを取られています。体を入れ替えられまして、ボディを狙われましたタリエル。ですからその分だけ長引けば長引くほどプロのリングに慣れているタリエルが有利ですね。なるほどなるほど、はい、ラウンド3、体力的にもこの人もかなり大きな選手なんですが、劣ります。クレメンチェフ、ビターゼタリエル対バロージャクレメンチェフ、スイッチャー、リングスのマットが青畳に変わったようです。このクレメンチェフとタリエル以外の選手が戦ったらどういった戦いになるのかっていうのもちょっと興味があります。さあ左から入った、今膝に後としたのか、距離を詰めました、組みに行きます。タリエルのボディがかなり効いてきてますね、はいはい、じわじわと、さあタリエル詰めていきます、決めにかかろうとしているのか、
相手の目を見ます。タリエル今膝狙いてやりましたね。さあグラウンド展開だ、さあここからがリングスの経験で並んだところだ。こうなるとタリエル有利ですね。さあこれは重たいぞ。このまま決めてしまうか。首を絡めています。右腕が太い腕が首に絡んでいる。両手が広がった。ロープを探す。ちょっと動かない。動きそうもない。大きな山が、大きな苦しい山が乗っかっている。ギブアップだ。決めに行きました。なんていうかもうタリエル最初からこれを狙うためにですね1ラウンドを流したみたいですよね。うわあ、ちょっとクロッキングです。いやけど見てる方がですね、1分16秒、あらかじめでこういう展開になるとは全然思いませんでしたからね。打撃戦でひっくり返すのかなと思ったらね、今までの打撃戦はこれ伏線だったんですかね。そういう多分頭高中さんがおっしゃったように持ってたんでしょうね。小川さん、そうですね、やはりあのリングスの経験は、タリアの上ですからね、相手が寝技ではわからないっていうのは分かってますからね。でも先ほどのように1、2ラウンド見たらね、はい、これ寝技もあの OK だったかとつい忘れてしまうんで、ね、なるほど、そうですよ、ね、確かにそうですよ ね、 そうですね。これは紛れもないリングスルールです。あっきり取られましたよね、はい、あっさりと勝負に行きまして決めました。ナンバー2の力を見せつけましたビターゼ・タリエル。ただクレメンチェフ、はい、これから非常に楽しみだと思います。そうですね、はい、8戦3戦ながらその空手の強さを見せつけましたクレメンチェフ。次の試合に期待しましょう。